自転車競技のロードレースにおけるクラシックスペシャリストとは各種クラシックレースや世界選手権などワンデーレースで力を発揮する選手であるワンデーレーサーとも呼ばれるクラシックには色い々ろいろな種類のレースが混在するため一概には言えないがおおむね以下のような特徴を数種類同時に兼ね備えている選手と言えるこれらを兼ね揃えるとなるとパンチャー型の選手が多くなるが ファビアン・カンチェラーラやダミアーのクネゴなど、例外は多数存在する。クラシックをはじめとする、ワンデーレースで、チームのために勝利を持ち帰るのが、史上命令である。ステージレースでも AS を務める兼業選手もいない、わけではないが、アシストやスプリンター、クライマーといった、専門分野で力を発揮する選手も多い。ジャパンカップサイクルロードレースでは、 平均9.25%の坂を10回登る。ミラーの三連も2009が 298km にもかかわらず、アベレージ時速 44.5km パリ。ルーベでは、石畳区間で車輪を持って待機している観客から提供してもらうのもよく見る光景である。ステージレースに照準を絞る選手は、クラシックでは調整のために出るのが一般的。ありがとうございます。